皆さんこんにちは。店長武蔵アンナです。KRV 入荷しました。はい、こちらですね、2台でございます。はい、ちょっとタイミング的にはですね、少し差があるんですけど、注文したらもう一緒に送ってきましたね そう、一緒に送ってきました。はい、という感じでですね、まあ2台ね、はい、入りましたので、どうでしょうかね。どっちもディープアクアマリンっていうね、まあ青い色ですね。はい、になってございますよ。はい、まあ、こんな感じですね。で、とりあえず入ったらもうすぐ外装の点検ですね。傷とかね、そういうのがないかちょっと確認して、もし傷がある場合はですね、メーカーに、まあ、クレーム申請ってことになるんですけど、で、新しいものを送ってもらってね、で、うちで入れ替えるというようなことになります。はい、ですのでね、そう、結構ね、見てるつもりなんだけど、後になってあれっていうようなことがね、まあないとは言い切れないんで、やっぱりね、はい、こと細く見るということで、まあ、これ優先順位としてやっぱり高いので、先にやっとかないと、一応ね、何日ってあるんですよ。それ過ぎちゃうと、もう外装の傷に対してはクレーム受けられませんと。まあ、それそうですよね。保管しといてほら傷つく場合もあるからね。まあ、極端なこと言うと1年2年ね、保管してあって売れずに置いてあって、傷があるんだけどさって言われたらね、メーカーもたまったもんじゃない、はい、思いますよね。はい、で、まあこれ日本のメーカーもやっぱりそういうとこはね、まあ、一緒だと思うんですけど、でも日本のメーカーね、入ったその時らしいですね。その瞬間じゃないとやっぱりそれぐらい徹底管理してますよっていうようなことだと思うんですけど、ね、はい、という感じでですね、まあ、ちょっと確認をさせていただきました。はい、まあちょっとだけね、気になる部分もあったんで、それは交換ですね。はい、クレームね、申請してっていうことになります。はい、まあね、パッと見分かんないっていうか、それクレームなのっていうふうに思うかもしれない思われるとね、ちょっとあれなんですけど、はい、特にね、メーカーからするとうるせえ店だな、そんなんでクレームしてくんのかよっていうふうに思われちゃうとね、あそこは嫌だねって嫌ですもんね。だけど結構クレーム率高いんで、まあ、傷やっぱりあるんですよ。だから、まあ、他店さんのね、あれでそのあったじゃないですか、前に。で、ってこれで直さないんだ、交換してないのっていうのはありましたから。はい、そう、それは新車から新車でうちにそのまま持ってこられた車両ですけど、そう、そこでしかもう買えないっていうやつでね、で持ってこられて、一瞬んと思ったんですけど、まあほらね、もうダメじゃないですか、さすがにね、内側はクレームはできないから。そう、外装に関してですよ、外装ですよまあね、はい、他の部分に関してのクレームっていうのはね、もちろんあるつけ、まあもちろんできるんですけど、はい、それはどこのね、販売店でもできますから。はい、さあ、そしたらですね、もう2台並んでるんですけど、どうします？メットインなんか見ますかね。これ、まあ、メーカーから送ってこられてきた状態でも、これは日本のメーカーとはね、また違うんですけど、まあ、開けてみましょう。シートオープン、ね、セルフオープンシートっていう感じで、まあ、こんなようなね、感じになっております。毎回ね、まあ、取説と保証書ね、入ってて、であとミラーですね。で、これ鍵、スマートキーはここにテープで留めてあります。で、ここに、車載工具、あとリッドとかね、蓋とかそういうのもここに入ってると思います。はい、で、バッテリーですよね。はい、まあ、そんなようなカートになっております。はい、バッテリーはくっついていませんので、日本のメーカーの場合はセットされてますけどね、キムコの場合は別になってますね。セットはしてこないですね、やっぱりね。はい、まあ一緒です。こちらもね、鍵、ミラー、蓋、あと工具もあるんですかね、工具、そしてバッテリーと、このね、取扱説明書と保証書ということになります。はい、お電話いただきましてね、どうなってますかって、いや今日入ったんですけど、納車はいつぐらいになりますか、いやーちょっと立て込んでましてね、確定申告もあるんだよなんて、それ言ってないんですけど、確定申告は言ってないんですけど、まだやってないの、まずいですよね、もうあと数日しかないんですよね、早くやんないとね。まあ、それもあるんですけど、とりあえず先にご注文いただいている方をね、先にやらせていただきます。で、もう一台、いわゆる後にご注文、まあ、こっちがそうで、あっちがまあね、まあ一緒、まあ一緒じゃねえかと思うんですけど、車体番号違うので、ね、あれなんですが、ですね、カバー、前のこの、ここのカバーが、ブルーパープルカメレオンっていう色変わるやつね、角度によって、あれにするっていう
おっしゃっていただいたんでね、初めてです。初めてです。で、あとスクリーンですね。スクリーンで こちらのスクリーンはあの社外のあのチャイナ窓とか売ってですね、60センチ長いロングタイプってですね、それをつけてほしいっていうことだったので、それももう発注してるんですけど、まだもうお金は払ったんですが、送料の方がまだ来てないので、はい、とりあえずまず物はねあるで、お金を振り、じゃいくらですってお金振り込んで、そうすると買い付けするんですよ、向こうが。で買い付けして、そして、もう手に入りました、じゃあ送料払ってください、じゃあ送料払うっていうような、ね、流れなので、多分あと1週間ぐらいすれば来るんじゃないか、来ないかな。スクリーンに関してで、こっちに関しては多分3月下旬って言われちゃったんで、まあもしあれだったら先にですね、他のものをやって、で納車整備して、それで一回お渡しして、例えば初回点検の時に、このカバーとあとスクリーンをね、取り付けさせていただくというようなやり方でもいいのかなと。ね、以前もそういうね、ことがありましたけども。はい。で、こちらにはですね、純正のスクリーンですね。純正のスクリーンと、あと、何やりましたっけね。リアキャリアですね。リアキャリア。グリップヒーター、こちらでしたっけ？どっちかグリップヒーターもあったかも。で、ETC、があったかと思うんですよね、中古のね、うん、まあ、そんな流れがあったと思います。はい、ですので、まあ、順次ちょっとあれドラレコは入ってないですよね、まあ、いつも、まあ、つけてはいるんでそうなんですけど、はい、そのあたりやっていきたいと思います。はい、でありがたいことにね、こうやってご注文いただけてますのでね、はい、今だから KRV がまあこういうふうになるでしょ、でそこに新車うちの黒とパープルでしょ、であと試乗車のと1台と自分もう自分のになっちゃう、もう自分のって乗るしかないんですけど、それ1台6台置いてあります。KRV は6台も置いてあります。どうなっちゃうんでしょうなんてね、まあそれはあれですけど、はい、まあ、本当にありがたいことでございます。でですね、マフラーね、マフラーいろいろありますよね、うん、で結局ね、何でもいいっていうんだったら別にパイプのとこちょっとやってくっつけちゃえば済むことなんで何でもつくんですけど、まあ、それじゃあまりにもね話にならないと。で、例えばなんとかウィンさんのとかありますよね。多分ね、なんとかウィンさんとかだったら多分出すんじゃないかって、車両によっての、売れてる数に合わせてね。で、あちらはほら多分安いやつを作って、そして、なんて言うんでしょうね。まあ数売ってっていうことだと思うんですよ。ただですね、取ってない、取らないでしょ。ね、政府認証取らないと思うから、基本的には公道走れないんですよね。排ガスが出るとか出ないとかの話じゃなくて、排ガスは出ない、ほとんど出ないと思います。なぜかというと触媒が前についてるから、うん、スリップオンだったらね、スリップオンだったら全然問題ないと思うんですけど、ただ現実はやっぱりほら音が静かで、排ガスが出なければいいのかっていうとダメなんですよ、法律上で、法律上の話してます。はい、個人でつけてね、でそれで訴えられるのかっていったらそういうものでもないとは思いますが、ただほら整備工事はちょっとできないから、やっちゃうとね逮捕されちゃうんで、だから結局整備工場としてはちょっとなかなかそれを大っぴらにねやりますよなんて言えない、つけてほしいって言われても、うん、ちょっとこれはっていう風な感じに、ね、なる可能性がありますから、まあ、そうするとちゃんと政府認証を取ってね、うん、やってくれるところというところがあると思うんですよ、うん、だからまあ例えば台湾でアクラポビッチをねサイレンサー売ってるんですけど、まあ、日本ではほら政府認証取らないとダメでしょ、だからあれを、まあ、メーカーがやる、多分ただねいろんななんかあるんじゃないですか、そのアクラポビッチとの関係、いわゆる台湾の国内で売ることだけ、他の国の場合はダメとかね、その国のそのあれとの契約とかそういうのがあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、ただ並行品もいっぱいあるからね、何とも言えないんですけど、だからオーリンでもダメだね、だこれ日本では売れないっていう、だから台湾のあれでやってるみたいなんですよね、だから日本だったら日本の代理店通してじゃないと売れないとか、そういう理由なのがあるのかもしれないですけどね、うん、まあ、メーカーから初めからね、標準装着で、こういう仕様だって言って売ってるならいいのかもしれないんですけど、なんかね、なんかダメらしいんですよ。話にもね、いろいろあるみたいです。だからブレーキ関係も安全基準がどうどんこうのって言ってダメですっていうね、話でね、うん、残念なんですけど、ね、サポートとかね、そのまま入れてくれれば簡単につくんで、キャリパーがね、いいじゃないですか。ね、価格も純正品だとそんなでもない形するんですよ、不思議なもんで。小物はね、安いんですよ。送料も安いからってことだと思うんですけど、大きくなるとちょっと高くなるでしょ。でほら送料も入ってるんですよ、要は台湾から日本への送料みたいなね、全部含んだ部分での金額に設定されてるみたいなので、どうしても高くなっちゃうとかね、
多分あるんじゃないかと、勝手な私のあれです。ただあのいろいろ見積もりすると小物は安いんでそう小物は安いからそういうことなのかなと思うんですけど、はい、まあそういえばなんか沖縄の方にあの KRV のアクセルカラーをお送りしましたけど、どうですかね、欲しいって言ってね、で、ああ分かりましたって送りしたんですけど、まあ、届いてると思いますけど、かなり前の話だね、どうなんだろう、分かんないすいません、はい、まあそれでまあ例えばね、やっぱりマフラーメーカーとして多分ね1000本とか作るんじゃないですか、それぐらい作らないと割に合わないみたいな感じなんじゃないですかね。例えば、まあ、スクーター用のねマフラーとかでもな、例えば大型バイクの方が1000本売れると思えないんですよね。高いからね大型バイクもね、20万30万するから、フル液だとね、チタンみたいなやれなんだっつってね、まあ、それが1000本は売れないと思うんですけど、まあ、スクーター用のマフラーともなるとね、うん、まあ何本なんですかね、500本とか100本200本、わかんない、ね、だからそういう あれだと思うんですけど、まあ、例えばスリッポンだったら 4,5 万でしょ、いいところ、ね、4,5 万で、まあ、100本作って、4,500万全部売れてもね、売り上げとして、まあ、大したことないじゃないですか全部売ってもやっと 4,500万ですからね、まあ、大手の企業からすれば、まあ、大手とは言わないのかな、大きいね、まあ、フラーメーカーからしたら、いやそれはちょっとやるあれじゃないねっていうことになるのかもしれないんですけど、うーん、そうで、ほら一番いいのはそのマフラーメーカー作って自分のところで作ってね、それで売ってくれれば一番いいんですけど、なかなかほらそうはいかないでしょ、うん、ってなるとやっぱ OEM とかで作ってくれるところね、またそういう実績のあるところね、やってるところ、まあ、そういうところにやっぱり問い合わせることになるでしょね。だから OEM はやってませんね現在はちょっと OEM の制作はしておりませんってみたいなね、はい、記者のますますのご反映を、どの頃っつって、そうやっぱり手を断られるね、うん、まあそんな感じですよ。まあそれはそうですね。これが例えば大きいところね、うん、名も通っているようなね大きい企業みたいなところが、頼めばね、また話はちょっと変わってくるんだろうと思うんですけど、やっぱり名もなきただの、バイク屋が言ってもね、鼻で笑われるっていうか定型文で返されちゃうだけになっちゃうんですけど、まあ、難しいっちゃ難しいよね、やっぱりね、うん、台数がね、だから、まあ、アクラボビッチでも何でもいいんですけど、うん、台湾で売ってるやつ、ね、でそういう問題がないんだったら、日本で別に日本でそれを販売してもね特に問題ないと、いわゆるそのキムコとアクラボビッチの関係の話ですね。それで問題ないんだったら日本に持ってきて、例えば100本なら100本持ってきて、排ガスガス券取ってそれで売ればいいだけなんですよ、うん、いくらこれアクラボビッチのマフラーだってスリッポンだったらそんな10万とかしないでしょ、いくらでもするのかな、それ売れないね、そうそうね、10万したらそうそう売れないと思いますよね。でもね、向こうの金額見るとそれを日本、今日本に持ってきてやろうとするとやっぱり結構しますよね、うん、だ向こうが利益をある程度ね抑えてくれればね、うん、それがそういうものがあれば金額的にも余裕がね日本の方で、っていうできると思うんですけど、うん、まあ、直輸どうなんですかね、なんかできないんですかね、政府認証、やっぱり政府認証取らないとやっぱりまずいんですよね、普通に売るってね、つけて乗ってもらうためにはね、うん、まあ、車検がないから、まあ、関係ないっちゃ関係ないっていうね見方もあるんですけど、それはちょっとねまずいんですよ、やっぱりそう大人の事情からするとね、大人はダメ、それはダメなんですよやっぱりね、うん、一応ね形上そういうふうに言ってます、はい、ね、なのでやっぱりそのあたりをね、うん、ただあった方がいいだろうし、まあ、なくてこれね言おうとするんだよね別にね、あとは形さえ好みであれば、うん、ただやっぱりスクーターのマフラーってほらこう遮熱板がね、樹脂の遮熱板がついてたりじゃあんまりかっこいいとは言い切れないよね、うん、そういうマフラーなんで、まあ、できればね車外のこう見ながらね、うわ綺麗だなって、この溶接のもののビードがうわすんごい綺麗だよねとか、そういうものがついてた方がまあね、うん、よりほら愛着が増すっていうかね、
そういうのもあると思うんであれなんですよ。だから安物云々というつもりはどこにもないんですけど、あんまり安いだから政府認証も取らない、適当に社外マフラーですっていうのは良くないですよね。でまあいろいろ見ると、サイレンサーの部分はね結構ね綺麗だったりするんですけど、液パイとかね溶接とかこれはねえなっていうのいっぱいありますよ。正直なところやっぱり、ね、これが値段なんだろうなっていう、そう値段やっぱりそういうことですよね。あとその腕のいい職人が作ってるか、なんか適当に作って適当ではないのかもしれないですけどね。だから結局安物買いのなんとかっていうね、でほら車体結構ね高額なんですけど、でやっぱりいいものっていう感じですよ。安いバイクじゃないっていうね、まあ、作り走り、ね、いろんな部分でね、だからやっぱりそれに見合ったものがあっていいのかなって、思うんですけど、まあ、どっか作ってくれれば一番いいんですよ。思わず私お金出してもやろうと思ったんですけど、うん百万出して、ただね相手にされないからねそう個人事業主はまず相手にされないですよね。やっぱり 会社じゃないとね、まずね、そういうのもありますしね、はい、ですからまあ何でもそうですけど、名もなきあれから頼んでも断られますよね。それはそうなんですよ。やっぱりそうです。そう試乗しませんかって言っても、いや今ちょっと忙しいんで、じゃあ時間があったらとかね言われるパターンそうね、試乗して愛してくださいよって言ってもダメでしょ。向こうから言われるようになるためにはやっぱりそれなりの実績とかね、やっぱりこう認知度とかね、そういうのがないと無理なんでね。車両をどんなに持ってたってやっぱり借りてもくれないですよ。そんなもんなんですよね、はい、やっぱり何でもそうです。作るにしても何でもやっぱり自分のところで作れば一番いい、自分が作れば一番いいんですけどね溶接しながらね、どうだって言ってね、まあ、そうはいかないからね、その技術は持ってないからということで